い、そちらの大きな石柱の破片は石大工のところへ、鉄材は火事場に運んでくださいね。可能なものは再利用できるよう手配してありますから。クレジット様、クレジット様、しょげ帰るなら事務所でお願いします。撤去作業の邪魔なので。ちょっとちょっと、あなた雇用主を邪魔者扱いとかどういうことですの？どういうとは、私は事実を言ったまでです。ほら、クレジット様が道を塞いでいるせいで後ろに立ち往生している作業員たちが、うん、よし失礼します。今彼らが運んでいったのはクレジットタワーのシャンデリアでしたわね。正確にはその残骸ですね。正確に言わなくてよろしいですわよ。クレジットタワー、クレジットタワー、総工費10億ルピをつぎ込んだ念願の新ギルドハウスが、許しがたいですわ、あのクソが切ったら。レイジレギオンでしたかしら。それにあのクソふざけたお姫様ご一行も、はあ、レイジレギオンだけでなくユースティアナ陛下もですか。ええ、そうですわそうですわ。考えてもご覧なさいな、王宮による警備体制がきちんとしていなかったからこそあのような非道なテロ行為が実行されてしまったのでしたよ。これはもう国家の怠慢としか申しようがありませんわ。つまりあのお姫様の責任というほかありませんでしたよ。まったく許しがたいったらないですわ、まったく。国家の治安維持を司る要ナイトメアは偽のユースティアナに利用されたこと、そしてその鎮圧戦によって弱体化したわけですが、2ヶ月ほど前そのナイトメアが軍備を再拡張するための予算を削ったのはゴーシン議長とクレジット様だったと記憶しておりますが、それは私はただ議長の命令で帳簿を作っただけのことでしたよ。因果応報とかそんな単語聞きたくありませんわ。とにかく何とかしてあのお姫様に一泡吹かせて差し上げなくては腹の虫が収まりません。何かいい手は。お兄ちゃん、ん？あれはクレジット様、あの子たちが何か気になるのですか。仲の良い兄弟のようですが。この前の現場にいなかったあなたはご存じないかもしれませんが、あれが先ほど言ったお姫様のご一行ですわ。もうまったくお姫様ったら、何故にあんな教養の足りなさそうな連中とつるんでらっしゃるのかしら。一国の主たる自覚が足りないのですわ、まったく。いいことを思いつきましたわ。このあなたたち、こっちにいらっしゃいな。よくものこのこと私の前に来られたものですわね。この前は随分とはしゃいでくれちゃって、一丁羅のクリーニング代高くつきましたわよ。秘書さん、ボスはどうしまったんですかい。まあ、放っておいて大丈夫かと。悪だくみ死体病の発作のようなものですから。さあ、皆さん、残念な雇用主はさておいて、今日中に
この区画の瓦礫撤去を終えてしまいましょう。ブース！まさか覚えられていないとは予想外でしたが、ならばねえ、あなたたちだけに、特別に耳寄りな儲け話があるのだけれど、一口乗ってみませんこと。なんですの、その空っとぼけた顔二つは。まさかもっと話を噛み砕かないと伝わらないと。なら私の頼みを聞いたら、あなたたちにお小遣いをあげるわ。よろしくって、お金ですわよ、お金。お金お金は大事ですか。全くもってその通りです。そう、金のためなら人はどんなことだってする。騙し、裏切り、汚れたことだって。というわけで、お金で買ってあげるわ。あなたたちからお姫様の秘密をね。エゴの？そう、そうですわ。身近なあなた方しか知らないお姫様の欠点、弱点、問題点、そんな情報に私が怠慢を払って差し上げますわ。いっぱい食べる。はっ、そんなこと重々知っておりましてよ。もう少し控えてくださったら、王宮のエンゲル係数も改善するのですけど。他には？言っておきますが、私も知っている程度の話に報酬は払えませんわよ。100個。たくさん食べるのは知っていましたけど、いくらなんでもそれは。あのお体にどうやってそんな。いえ、そうではなくて、もっとこう役に立つ情報をよこしなさいな。あ、何かありまして？胸大きい。私の方が大きいですわよ。どうやら全くのトロのようですわね。トロ？もう結構ですわ。ほら、言ってよろしいですわよ、あなたたち。バイバイ。いけませんわ。ちょっとお待ちなさい。金貨の形をしたチョコレートです。帰りしなにでもお食べなさいな。意外です、子供に対して優しいところもあるだなんて。別にそんなものではありません。ただ価値のない、本当につまらない話ばかりでしたけれど、あの子たち一応情報の提供はしたわけですし、その分の対価くらい支払いますわ。さて帰りますわよ、秘書一号。あなたのことですし、もうこの辺りの撤去作業の指示は済ませているのでしょ？はい、滞りなく。結構。ならばもうこの場にとどまる理由もありません。通常の業務も山ほど残っておりますし、何よりも練らなくてはならない作戦もありますし。それはもちろん、あの甘っちょろお姫様にギャフンと言わせてやる作戦ですわ。
お帰りなさいませ、クレジット様。出掛けに依頼された街道整備の概算資料、こちらにまとめておきました。明朝までの確認と捺印をお願いします。え、ご苦労様、秘書一号。クレジット様の方は、ああ、先日レイジレギオンのぬいぐるみの化け物に破壊されたルーセント学院の再修繕のための見積もりでしたか。ええええ、まったくあのお姫様ったら。あんな自堕落で若い時間を遊び時間と勘違いしているおバカさんたちの肩を持つなんて、まったくエコひいきも大概にしてほしいものですわ。はあ、もうただでさえ人手不足にあえいでいるっていうのに、おまけにクソ議長からは無理難題を押し付けられるわで、もうやってられませんわ。こういう時はあの場所で気分転換するしかありませんわね。我がリッチモンド商工会の宝物庫ですわ。それはもうよく見ておりますとも。というか誰がここの帳簿管理をしていると思っているんですか。この輝ける金銀財宝、最高級の芸術品の数々、恵まれた家柄や略奪によるものなどではなく、これらすべて私の努力と才覚の結実した成果でしてよ。って聞いてませんね。クレジットタワーの建造と撤去のために一時期かなり目減りしてしまいましたけど、ようやくこうしてなくした分を取り戻すことができましたわ。夜なべして在宅した甲斐がありましたわね。クレジット様の高笑いで積んでいた箱のバランスが、誰だか知りませんがこんな積み方をするなんて、袖の下を要求してくる貴族どもが少し煩わしいですけど、そして私の成功の証をこの町全ての人々に見せつけてやるのです。かつて町の泥水をすすった私がこの町全て見下ろすのですわ。そうと決まれば今夜も夜通しバリッバリ働きますわよ。私に続きなさいな、秘書一号。帰ります、定時なので。ちょっと、今あなたが手を離したらその箱、そういえば昼から何も食べておりませんでしたわね。ちょっと秘書は、もうとっくに帰っているとして、どなたかおりませんこと。その辺の屋台までお使いを頼みたいのですけど。誰もおりませんか。近頃の若い連中ときたら、ワークライフバランスなどと軟弱なことを言ってすぐ帰るんだから、仕方ありませんわね。休憩がてらどこかその辺の食堂にでも入るとしますか。へい、焼き鳥セットと麦酒はお待ち。ええ、戻ったらもう一働き、いえ二三働きするのですから、あまり食べ過ぎてはいけませんわよね。麦酒はもう控えめにしておかなくては。にしても、主様、シフィー様、ちゃんとお箸は使えますか。よだれかけをせずとも大丈夫でしょうか。もう平気よ、コッコロさん。記憶はともかく、箸の使い方は体が思い出したみたいだから。失礼いたしました。お二人が成長なさったのは大変喜ばしいことのはずなのに、どうしてもお世話をしたくなってしまって。
て偶然なのかしら。すぐ近くの席にいるのがあの子たちだなんて。注文前に気づいていたら引き返して他の店を探しておりましたのに。おーす、疲れた。キャル様、お勤めご苦労様でした。あら、ペコリーヌさんは一緒じゃないの？あいつはまだ応急よ。てかあいつ今日は来れないわね。ネネカのやつもいないっぽいし。そうですわそうですわ、当然ですわ。このようなバスへの食堂、プリンセスたる者の来る場所ではありませんでしてよ。あ、ねえキャル、この肉入りの小さなおまんじゅう、とても美味しかったの。よかったらどうかしら。どれどれ。ほん、猫舌だってこと忘れてたわ。はあ、もうこの子たちは全く。静かに食事を楽しむなんて当たり前のことが何故できないのかしら。こんな方々となぜお姫様は懇意にしているのやら。おや、あちらの方は確か王宮に出入りしている商人ギルドの。奇遇ですわね。もっとも私としてはあなたたちと偶然出会っても嬉しくもなんともありませんけれど。何よそれ、相変わらず嫌なやつね。そんな性格だから一人寂しく晩御飯になっちゃうんでしょうね。ちょっとキャル、やかましいですわ。私お一人様の時間を楽しんでおりますの。はいはい、邪魔したわね。主様。何ですのあなた、勝手に私の前に座って。あなたのテーブルはそちらでしょうに。同情でもしているつもり？それこそ余計なお世話というものですわ。親父、お勘定、残った分は包んでちょうだい。怒らせちゃったみたいね。帰るって言うならほっときましょう。そもそも友達でも何でもないんだし、同席する理由なんてこれっぽっちもないってのよ。気分悪いですわ。一人で食事をしたから何だって言いますの？私にはあなた方のように食卓を囲む相手はいなくても、我がリッチモンド商工会に戻りさえすればあなた方が一生働いても得られない金銀財宝が慰めてくれるのですわよ。それに私があなた方と同席できるわけないでしょう。なぜなら。うん、このお肉のおまんじゅうやっぱり美味しいわ。ペコリーヌさんもいたらきっと気に入ると思うのに。って言っても今から王宮に届けに行くわけにもね。門も閉まってるだろうし。コロスケさ、あんたならまるっきり同じかどうかはともかく似たようなのなら作れるんじゃない？そうでございますね。では帰ったら味の再現に挑戦してみましょうか。次にペコリーヌ様が参られた際振る舞えるように。いいわね、私も手伝うわママ。あ、じゃなくて。そう、なぜなら私はあなた方の大事な大事なお友達ユースティアナ陛下を陥れようと、いえ毒殺しようとしているのですからね。
忠誠を誓いますわ、ユースティアナ陛下。陛下、ユースティアナ陛下、ご希望されていた復興計画の新プランできましたわ。私最善を尽くしましたわよ。もうですか？ありがとうございます、クレジッタさん。陛下、ユースティアナ陛下、3時のおやつの山盛りおにぎりできましたわ。私腕によりをかけましたわよ。いっぱいあって美味しそうです。形はともかくですけど、いただきます。陛下、ユースティアナ陛下。ちょっとちょっと、なんであんたうちに来てるのよ。あらあら、陛下の飼い猫のお嬢さん、お邪魔いたしますわ。誰が飼い猫よ。つーか、お邪魔いたすんじゃないわよ。ふしゃー。キャル様、落ち着いてくださいまし。どうどう。この前と違って言葉にトゲや悪意があるわけじゃないみたいだし、とりあえず話を聞くくらいはしてもいいんじゃないかしら。どうかしらね。ちょっとペコリーヌ、なんだってこんなやつを連れてきちゃったのよ。そりゃあんたに忠誠を誓ったらしいけどさ。どうしても来たいって断りきれなかったもので。確かにほんの少しばかり強引だったかもしれませんし、陛下の憩いの時をお邪魔するのは気が引けましたが、それでも王宮の外での御身の安全がきっちりと確保されているかどうか、どうしてもこの目で確かめさせていただきたくて。さもなくば私、陛下が心配で心配で夜も眠れません。それゆえに無礼を承知で、本日はこうしてギルドハウスまで同行させていただきましてよ。はい、いらっしゃいましたわ。小耳には挟んでおりましたが、確かに驚くべき態度の変化でございますね。そうよね。私の覚え違いでなければ、あなたはずいぶんペコリーヌさんに辛辣な態度をとっていたはずだけど。まあ言われてみればそのような過ちを犯していたことがあるようなないようなですけれど。ですがですが、私目が覚めましたの。寛大にして雄大なるユースティアナ陛下のお心に触れることによって。そんなに大したものではないと思うんですけど。つまりペコリーヌさんに助けてもらって許してもらったから心を入れ替えたってことなのかしら。ふむ、それだけ聞くとキャル様の境遇に近いような。私あれと一緒なわけ。さあさあ陛下、どうぞこちらにおかけくださいませ。日中のご公務でさぞや肩などがこわばっているかと、私が誠心誠意マッサージさせていただきますわ。大丈夫ですよ、私全然凝ったりなんかしてませんし。ペコリーヌさんのああいう反応、なんだか珍しいわね。っていうか、私あれと一緒。私傍から見るとあんな風に見えるの。なんか気分悪くなってきたわ。まあ近いのは境遇だけで、改心した後の態度はキャル様とはだいぶ異なるようですね。そうよね、私あんなんじゃないもんね。よかった。ちょっとちょっと猫助、あなたが言えた義理ですの。知っておりますのよ、
あなただって元は前の偽陛下に尻尾をブンブン振ってたってことくらい。そんなことはあったかもだけど、誰かに尻尾を振るキャル、ちょっと見てみたいかも。まあ、あなた方が寝返った私のことをうろんな目で見る気持ちはわからないでもありません。そもそもこれまでお金のために誰かにへりくだったことはありましたけど、でも恩義や忠誠などというあやふやなものをよりどころに他人に使えるなど、私の人生で初めてのことですからして、ゆえにおかしな振る舞いをしてしまうこともあるかもしれません。だとしても私は私なりのやり方で、そしてお金以外の方法で陛下にいただいた恩を返したいと思っておりますの。クレジットさん、すぐに信用しろなどとは申しませんわ。私も元商人、信用を勝ち得るのがいかに難しいかくらいよくよく心得て。そう簡単に信じるなどと言われてしまうと、なんだか逆に居心地悪いですわね。天の弱かって言いたいところだけど、今のお話を聞かせてもらったら、なんだかクレジットさんも大変だったんだなって感じたわ。ま、ひねくれてるのは間違いないでしょうけどね。なんですって？キャル様、そうした憎まれ口を叩いてしまうところはやはり似ていらっしゃるような。とにかくクレジッタさんもキャルちゃんやみんなとは仲良くしてくださいね。美食殿のメンバーは私が心の底から信頼している人たちですので、クレジッタさんともそういう関係を築けたら嬉しいです。仕方ありませんわね、主君の命とあらば。って、そうでしたわ。私が本日こちらにお邪魔したのは主君の命を守るためですわよ。クレジット様、ちょ、何してんのあんた。なるほどなるほど、基本は木造3階建て、水回りはこちら。経年劣化はそこかしこに見られますが、全体の作りとしては安武神というわけではないようですわね。掃除もそこそこ行き届いているようですし。クレジットさん、何をしているんでしょう。家の中をあちこち調べてるみたいだけど。そういえば先ほどおっしゃられておりましたね、安全が確保されているかどうか確かめたいと。ああ、つまりこのギルドハウスが安全な場所かどうかを確認しているわけなのね。っていうか、窓のサッシを指でツーってする仕草とかめちゃくちゃ小獣とって感じするわ。ふむふむ、居住空間としての快適さはそれなりに達成されているようですが、陛下が寝起きする場所としてはやはり安全性に不安が残りますわね。例えばこの窓など、暗殺者が魔法や石弓で狙い撃つには絶好ではありませんかしら。防御のためにもガラスの代わりに鉄板を張るなどした方が。窓から身を乗り出した。え？ウキャルコ！いやー、前にレイジレギオンに狙われてから防御の結界とか罠とか仕込んでるのよね。早くおっしゃいなさい、そういうことは。クレジットさん、
っとちょっと、気をつけなさいな、人にぶつかっておいて。って、あなたでしたの？え、こんにちは。はい、それじゃあまた。って、ちょっとちょっと、お待ち遊ばせ、あなた。ちょうどいい機会ですわ。あなた、少々私に付き合いなさいな。どうせお暇なのでしょう。なんですの、なんですの、その嫌そうな顔は。別にただとは申しません。あなたの時間を買うくらいのお駄賃は差し上げますし、それに私、以前よりあなたには興味がありましたのよ。だからその嫌そうな顔をおやめなさいったら。たくもう失礼しちゃいますわ。あのですね、勘違いしないよう申し上げておきますけれど、男女の仲とか惚れた腫れたとか、そんな意味での興味はこれっぽっちもありませんのよ。ですが、少々、いえ、かなりとっても頼りないですけれど、あなたは陛下の騎士なのですから、して、どのようにして陛下に気に入られたのか、とても興味が、いえ、あなたの人となりを知出することは私にとって非常に大事な。はっ、な、なんですのこの光。ちょっとちょっと、あなた、人にぶつかっておいてなんですのその態度は。耳のおかげで言葉は伝わっているようですけれど、ジャパニーズのボーイはぶつかってもごめんなさいもできないのかしら。ふん、ま、素直に詫びるならそれでいいでしょう。ちょうどいい機会ですわ。あなた、少々私に付き合いなさいな。どうせお暇なのでしょう。なんですの、なんですの、その嫌そうな顔は。別にただとは申しません。あなたの時間を買うくらいのお駄賃は差し上げますし、それに私今少々困っておりますの。どうも端末のナビゲーションがおかしくて、こんな住宅街まで迷い込んでしまいましたわ。話が早くて助かりますわ。そういえば自己紹介が遅れましたわね。私はクレア・ボヤンシア、投資家をしております。どうぞよしなに、異国のボーイ。って、ちょっとちょっと、目的地の椿ヶ丘グランドホテル一向にたどり着かないのですけれど。わからないなら最初から道案内なんかするんじゃありませんでしてよ。私としたことが、行きずりの学生に頼ったのが間違いでしたかしらね。はあ、わざわざこうしてシドニーから出向いてきたというのに、待ち合わせに遅れたらどのように嘲笑されることかしら。それは汚名を進み雪辱を果たすためですわ。先ほども言いましたけれど、私、投資家を生業にしておりますの。今のご時世は便利ですわね。先を読む目、そして一握りの幸運さえあれば、部屋から一歩も出ることなく巨万の富を築くことが可能なのですから。ええ、そうです。私、投資によってほぼ一文なしから億万長者まで成り上がりましたのよ。ですけど、きっと調子に乗りすぎたのでしょうね。顔も見たこともないネット上のつながりだけの相手をつい信用してしまって、稼ぎの大半を奪い去られてしまいましたわ。おかげで私、それ以来完璧に人間不信なのです。現地のガイドを雇うこともせず、自分の目で見てお人よしそうだと判断した少年に道案内させるほどにね。結局その詐欺師の行方は用として知れず、今日会う予定の相手はまた別の、
哀れな私を海鮮越しに罵り嘲笑った許しがたい人物なんですわ。さてさて、ようやく到着しましたわね、椿ヶ丘グランドホテル。道案内ご苦労様ですわ、ボーイ。そしてさあ、行きますわよ。何をとぼけた顔をしてらっしゃるの。ここまで来たら一蓮托生、あなたも一緒に乗り込みますわよ。はい、お疲れ様。クレジットか、ランドソルでもだけど、あっちでもなんていうかおかしなやつね。でもこんな記憶一体どこから出てきたのかしら。あんたにとってよっぽどどうでもいい記憶だったか、あるいはと、今日はここまでみたいね。ちょっと気になるけど、まあいっか。それじゃあまたね。変なやつだけど、あんま邪険にしちゃダメよ、かわいそうだから。一体私気絶しておりましたの。何が何やらさっぱりわかりませんが。そんなことよりも、さああなた、私に教えるのです、お姫様に好かれる方法を。クレジット様、どうなさったのですか。早くこちらへいらしてください。そんなに簡単におっしゃらないでくださる。だってそんなに難しいことじゃないわよ。私もポッコロさんも簡単に飛び越えられたでしょ。もう何も、崖のこちらからそちらまで7メートル以上ありますのよ。普通そんな距離を飛び越えるなどできません。ご安心ください、今のクレジット様や私たちには主様の強化がかかっておりますので。そうね、三段飛ばしで階段を登るのと同じくらいの難しさだと思うわね。任せてと言われましても、確かに身体機能は普段より向上しているようですけど、でも恐怖心までなくすことはできません。ここから転落すれば奈落の底に真っ逆さまですわよ。もう奈落なんて大げさね。落っこちてもすぐ私が助けに行くし、コッコロさんが回復してくれるわ、よほど打ちどころが悪くなければ。はい、転落しても安心でございます、クレジット様、バッチコイでございます。ですがもうどうしてこんなことに。ちょっと一体どういうことですの、美食殿の方々。あれ、クレジットさん。ええ、こんばんは。って挨拶などしている場合ではありません。先ほどあなた方とのギルド活動とやらから陛下が王宮にお戻りになりましたけれど、出がけの陛下からはおいしいご飯の食べ歩きツアーですなどと伺っておりましたから、てっきり私近くの山に木いちごでも摘みに行くのかと思っておりました。ですがそう信じて送り出した陛下があんな傷を負って帰ってくるだなんて。おや、回復しきれていない傷がございましたか。ペコリーヌ様、おっしゃってくださればよいのに。
回復しきれていない傷。まさかあの膝小僧の擦り傷以外にももっと怪我をなさっていたというの？そもそも何故我が陛下が傷を負われるような事態になってしまったというのですか？魔物と戦う？ペコリーヌさん、戦うときは先頭に立って私たちを守ってくれるから。ワイバーンとか巨大ゴーレムとか。ワイバーン？巨大ゴーレム？キマイラやジャバオック、イカれるドラゴンと戦ったこともございます。ドラゴン？一体あなたたち何をしていらっしゃるの？あなたたちのギルド活動とは？おいしいご飯の食べ歩きツアーでございます。美食のために一国の宗主が体を張って凶暴な魔物や伝説のドラゴンから仲間を守って。うん、じゃありませんわ。おかしいですわ。信じられませんわ。どう考えてもクレイジーですわ。これなら私暗殺とか計画しなくてもそのうち勝手に奥多摩に遊ばされてたんじゃありませんことかしら。いただきますわ。あなたたちもいかに冒険者といえどもう少し考えていただけませんこと？陛下に万が一あらば、それすなわち国家存亡の危機なのですわよ。ですが、ペコリーヌさんがそう簡単に止まる人じゃないことくらいクレジッタさんも分かっているでしょ？それはまあ、その確かに国家存亡の危機と言いましたけれど、そもそも私は国に仕えているわけではありませんし、ただ臣下として陛下が無用な危険を犯すようなことをお諌めしたいだけですのに。そういえば明日は久しぶりの非番でしたわね。ちょっとあなたたち、私もあなたたちのギルド活動、おいしいご飯の食べ歩きツアーとやらを体験させてくださいな。え？ただとは申しません。なんなら正式にギルド管理協会の依頼扱いにしてもよろしくてよ。日帰り可能な場所で、あまり危険がない場所で、あと陛下抜きで。ペコリーヌさん抜きで？そう、明日は影武者を立てられないご公務の日ですもの。仕方がありませんわ。ふむ、いかがなさいますか、主様。どうにか飛び越えられましたわ。やったわね、クレジットさん。では主様、こちらの裂け目は危険ですので、私と手をつないで飛び越えましょうね。それではピョーンでございます。彼自身には強化がかけられないとはいえ、どうなのかしらね、あれ。それにしてもクレジットさん、昨日はちゃんと聞けなかったけど、どうして私たちのギルド活動についてこようと思ったの？あなた方が私を信用しきれていないのと同様に、私もまたあなた方を信用したわけではありませんの。悪く思わないでほしいのですけど、ですのであなた方に陛下の迷惑にならないだけの実力があるか、この目で確かめたいと、そう思いましたのよ。
ふむ。では主様の素晴らしきお力を付与された今はお考えにも変化が現れたのではないでしょうか。プリンセスナイトの強化能力でしたかしら。確かに想像を超えるものですわね。最近机仕事ばかりの私でも波の王宮騎士以上の力が発揮できるようですし、まだイメージと体の動きが違いすぎてしっくりきませんが。はい、きちんと力を使いこなせば塔に満たないお子様でも凶悪な魔物と戦うことすら可能でございます。それはにわかには信じがたいですわね。いえ、むしろこうした付与能力を使いこなすのは若い子の方が順応性が高いのかしら。いえ、私もまだまだ若いですわよ。ちょっと静かにしてもらえるかしら。あなたもナイトメアのチビトラみたいに私をおばさん扱いするつもり？そうではなくて、どうやら目当ての食材が近いようですよ。きっとこの先に。ですけど道を塞いでいるあれは。魔物ではありませんこと。しかもめちゃくちゃに強そうですわよ。ペコリーヌさんだけじゃなく、キャルも今は王宮だし、私とコッコロさんだけじゃかなり苦戦しそうね。ですわよね。ならここは迂回した方がよろしいのではありませんかしら。ですが、目当ての食材はあちらの魔物なのです。食材？はい。魔物ではありませんことを。落ち着いてクレジットさん、気持ちはわかるけど。主様を信じるのです。クレジット様、クレジット様が私どもと力を合わせれば問題なく勝利できるはずです。私たちが魔物の動きを抑えるわ。その隙に攻撃して。そんな簡単におっしゃらないでくださる。ああもうこうなりゃ焼けっぱちですわ。このクソ魔物。私の攻撃があんなに強そうな魔物に。その調子です、クレジット様。追撃を。どりゃこれはなかなかに面白いものですわね。普段は発揮できない力で、普段は到底かなわない相手を張り倒すという行為は、こうなったらじゃんじゃんいきますわよ。それかわされ。あ、クレジットさん、そっちは関係。クレジット様。して途中何回か張り出した岩に体をぶつけましたのに、プリンセスナイトの力とやら
魔力や筋力だけでなく耐久力も増強しているのかしら。だとしたらなかなかに常識外れですわね。利用法によっては何かしら勝機が見出せるかもしれませんわ。そう、アトラクション的なと、そうではありません。私はもう商売人からは足を洗ったのですもの。足といえば折れてはいないようですけれど、捻挫かしらね、この腫れは。耐久力が上がっても怪我をしない体になるわけではないと。迂闊に立ち上がるのは危なそうですわね。一体何をしてるのかしら、私は。あなた、上からここまで降りてきたんですの？わざわざ私を助けに？エルフのチビスケではなくて、コッコロさんやシェフィーさんたちを放っておいていいのかしら。あの魔物相当怒っていたようですけど。そう、信頼しているというわけですのね。見ての通り足をくじいてしまったようですからして、しばらく立つのも難しいですわね。我ながらお恥ずかしいったらありゃしないですわ。調子に乗ってあなた方にも迷惑をかけてしまいましたわね。それにあなた方が信頼できるかどうか知りたいなどと嘘吹いておきながら、本当は私の方がお姫様の信頼を得たかったのです。昨日言ったでしょ、いくらおいしいものを食べたいからといって一国の主がわざわざ危険を冒すのはおかしいと。ですがそれならば、私がお姫様の喜ぶような食材を調達すれば、玉体を危険にさらすこともなく、調達の経費もかからず、そして何より陛下からの新賞もうなぎ登り、まさに一石二鳥、我ながら完璧なプランですわ。まさかあんな魔物が食材だとは思いませんでしたけれど。どうしたのです、あなた、何か言いたげな表情ですわね。何ですの何ですの、私の完璧なプランにケチをつけようというのですの、あなた。主様、クレジッタ様、待たせてしまってごめんなさい。どうにかなったけど手ごわかったわ。あなたたち、たった二人であの魔物を倒したと、そういうわけですの？いえ、主様の力があってこそです。それにクレジッタさんが最初にダメージを与えてくれていたからよ。そんなことは。足に怪我をなさっておりますね。すぐお手当ていたします。じゃあ私は魔物を凍らせておくわ。持って帰るのちょっと大変そうだけど。持って帰るって？だって私たちだけじゃこんなに食べきれないもの。ペコリーヌさんに食べさせてあげたいし、あなたもそのつもりなんでしょ？わあ、今日のお夕飯とっても美味しそうですね。量もすごいわね。っていうかこれ魔物じゃないの、どう見ても。はい、今日はクレジッタ様のご依頼で食材を調達しに行ったのです。
ありがとうございます、クレジッタさん。お休みの日だったのに。そうですわ。この私が陛下の空腹を満たすため、誠心誠意、粉骨砕身、食材集めをと言いたいところですけれど、私は皆さんの足を引っ張るばかりで、正直なところ手柄だと胸を張れることはできませんでしたわ。何よ、ずいぶん塩らしいじゃない。調子狂うわね。やかましいですわ。私は元よりおしとやかでしたよ。では陛下、ごゆっくりお召し上がりを。私はこの辺で。あ、待ってください、クレジッタさんも一緒に食べましょう。いえ、私は陛下のために用意させていただいたものですからして。もうそんな遠慮しないでくださいよ。みんなで食べるから美味しいんですね。ですが。ははーん、あんたもダメなわけ、魔物料理。食べたわ。バカにしないでくださいましね、猫助。こんなものゴミ捨て場の残飯を漁るのに比べればどうってことありませんのよ。味もなかなかですわね、意外と。ああ、そういやあんたもそういう出なんだっけ。陛下、恐悦至極ながらご相伴に預からせていただきますわ。久々に体を動かして私もお腹が減ってしまったようですから。はい、それじゃいただきます。とまあ、昨日はおおむねそのような感じでしたわ。そうですか、有意義な休日を過ごされたようで何よりでした。ですが家庭はどうあれ、陛下に喜んでいただくという目的は達せられたわけですし、もう少し嬉しそうにしたらいかがですか。それでもう一つの目的の方は、美食殿の方々が信頼に値するか見極めるという目的の方は達成されたのですか。さあどうですかしらね。ただエルフのチビスケも、ドラゴン族のお嬢ちゃんも、あの少年も、呆れるくらいアマちゃんのお人よしなことは理解できましたわ。そうですか、それは良かったですね。良かったですか。さあどうかしらね。あの美食殿の連中がもう少し下心のある連中だったら、陛下のことを利用し甘い蜜を吸おうとしている連中だったなら、もしそうなら私少々強引な手を使ってでも彼らを引き離しましたのに。そうすれば陛下には今後ご公務に専念していただくことができましたのに、ね。はあ、案の定またそういうことを。素直に良かったでいいではありませんか。そうですわね、良かった、とても良かったですわ。おかげで新しいアイディアをひらめきましたもの。今後は彼らのような冒険者たちを利用して陛下の好まれるような食材を調達すればよろしいのですわ。そうと決まればギルド管理協会に大量の依頼を作らせましてよ。それによって陛下が身を危険にさらすこともなくなり、さらには経済が回るのであれば、そう、立派な公共事業の誕生ですわ。さすが私大天才。はあ、そううまくいくでしょうか。なんですのなんですの、あなた、まるであの少年のようなことを言って。あ、いたいた、クレジッタさん。まあこれはこれは陛下、わざわざご足労くださらなくてもお召しいただければすぐ馳せ参じましたのに。
実は陛下、私新たな公共事業を立ち上げようと思っておりますの。うまくいけば陛下も危険な美味しいご飯の食べ歩きツアーなどに行かなくても。そうです、それです。クレジットさんも美味しいものを食べに行きたいんですよね。え、それじゃあ行きましょう。今日はねねかさんがお仕事を手伝ってくれましたので。ですが陛下、わざわざ陛下が危険を犯さなくても美味しいものならばいくらでも私がご用意をいたしますので。クレジットさんのお気遣いは嬉しいんですけれど、例えば沼地でドロドロになったり、砂漠でカラカラになったり、とっても手強い魔物と戦ったり、確かに大変なことはいろいろありますけど、でも私、プリンセスの権限で誰かに美味しいご飯を持ってきてもらいたいわけじゃなくて、苦労を分かち合ったみんなと美味しいものを分かち合う、そういう時間がペコペコになった私の心を満たしてくれるんです。お腹だけじゃなくて。陛下、というわけでクレジットさんも今日は一緒に美味しいものを探しに行きましょう。コッコロちゃんたちから昨日のお話を聞いて、私もう我慢できなくなっちゃってるんですよ。ちょっと待ってくださいまし。陛下のお気持ちは分かりましたけれど、私は安全な部屋で書類仕事をしている方が性に合っておりますがゆえ。まあまあそう言わずに、今日はドラゴンのテールスープとか食べたいですね。行ってらっしゃいませ。帰ってきたら私と仕事を分かち合いましょうね、クレジット様。あーでー、陛下、ユスティアナ陛下、最終膳の完了したルーセント学院から感謝のお手紙が届いておりますわよ。はい、こちらに。わーい、ありがとうございます。陛下、ユースティアナ陛下、いけません、いけませんわ陛下。おやつの時間は3時からと約束しておりますでしょ。ごめんなさい、つい我慢できなくて。まったく不愉快なことです。あの商売人上がりのメギツネと来たら、我ら由緒正しき貴族を差し置き大きな顔をして、ああいまいましい。夜会に顔を出すこともなく働き詰めだそうですが、我ら執務者同士の交流を抜きにしてでも陛下に気に入られようとすると、浅ましい性根が透けて見えますな。それもそのはず、噂ではあの女、野良猫以下の卑しい生まれらしいですね。あんな人間を重用するだなんて、陛下もどういうつもりなのだか。というような噂話が最近貴族らの間で広まっているようです。ふん、報告ご苦労様、秘書一号。まあおおむね予想通りではありますけれど、成り上がりを妬むのは商人も貴族も変わりありませんね。何か対策を打ちますか。好きに言わせておけばよろしいのですわ。と捨てておきたいところですけれど、放置すれば彼らのような人種は自分の言葉で増長するでしょうし、今の私は陛下からの信任を受けている身ならば、私の評価は陛下の評価につながってしまいます。ここは上手に処理する必要がありますわね。ではどうなさるおつもりで。そうですわね、
お金で黙らせるとか、逆にこちらが噂を流すとか、弱みを握って失脚させるとか、反目させ合うとか、私にかかれば方法などいくらでも思いつきますけれど。またそういう。けれどここは正攻法で参りましょう。今の私は陛下の信任を受ける身ですからね。ちょっとちょっと少年、こっち来なさいな。はい、こんにちは。って、そうではありません。あなた、少々私に付き合いなさいな。どうせお暇なのでしょ。私が言うのもなんですけれど、もうちょっと警戒心を持った方がよろしくてよ、あなた。というわけで、話も決まったことですし、次は着替えの用意ですわね。貸衣装屋に参りますわよ。そうおっしゃらずに、報酬はきちんとお支払いしますからね。というわけで、話も決まったことですし、次は着替えの用意ですわね。貸衣装屋に参りますわよ。あなたの分もよ、安心なさいな。孫にも衣装の故事が正しいことを証明して差し上げます。ここはお金の使いどころですからして。よろしかったのですかな。陛下をお招きせず我らだけでこのように美味な食事を楽しんでしまって。まあまあ、ここは我らの交流を深めつつ陛下を盛り立てる方法を話し合う場ゆえ、陛下も我らと一緒ではあまりお食事を楽しんでおられない様子ですし。我らと言っても、豪臣議長が健在だった頃はもっと賑やかだったものですが、それもこれもあの女商人が裏切らなければ。おや、あちらの美しい女性は見ない顔ですな。おお、なんと麗しい。ごきげんよう、レディ。ようこそおいでくださいました。この夜会は初めてですかな。あなたのように気品あるお嬢様をお迎えできて、我らも鼻が高いというものですよ。さあ、こちらへ。伯爵様、私ですわ。ん？まさか貴様、クレジットキャッシュ？ええ、本日は素敵な夜会にお招きくださり、恐悦至極でございます。確かに招待状はお送りしましたが、まさかお越しいただけるとは。あらあら、ひょっとして社交辞令というものでしたかしら。申し訳ありませんわね、私下船の生まれですからして。何をおっしゃいます。もちろん歓迎いたしますよ。ですが、少々驚いたのもまた事実。豪臣議長を裏切ったあなたが我らの取り仕切る夜会にのこのこと顔を出すなど。そうだ、議長のつてを存分に使ってあれだけ甘い汁を吸ったくせに。お付きの者はそちらの少年、故障がたった一人ですかな。護衛を呼んであなた方の身柄を抑えさせてもよいのですぞ。何があったか言いふらす者はこの場にはおりますまいって。あらあら、あら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 、嫌ですわ伯爵様。私何も喧嘩をしに来たのではありませんことよ。そもそも私はもっと穏便な手でことを進めたかったのに、先に強引なやり方で私のリッチモンド商工会を奪ったのは議長の方ですし、それにそれに護衛を呼ぶのは構いませんけれど、私が手ぶらでここに来たとは思わないでくださいましね。もし荒っぽい手段で私の身柄を抑えようというなら、何故に豪臣議長の反乱が失敗したのか思い出すことになりますわよ。
もう一度申し上げます。今日の私、あなた方と喧嘩をしに来たのではありませんの。むしろその逆ですわ。ほう。悲しい事件があったとはいえ、貴族の皆様が祭りごとのために不可欠な人材であるということは紛れもない事実であれば、つまらないいさかいはきれいさっぱり水に流して、忌憚なく腹を割って互いの意見を交換するといたしましょう。私もそろそろ陛下の臣として恥ずかしくない振る舞いを覚えたいと思っていたところですし、皆様からはいろいろと学ばせていただきたいですわ。それであなたは我らに何を教えてくれるというのですかな。それはもちろん私たちの陛下がいかに素晴らしい方かですわ。やっと着替えられましたわ。慣れない格好は肩が凝りますわね。あなたこそ今日はご苦労様でした。カバン持ちの一人も連れずに夜会に出席したとなれば、彼らからますますなめられ、いえ足元を見られたでしょうからね。それはあの場は私にとって敵地も同然でも、あなたの力を借りれば大抵の脅威は排除できるとこの前身をもって理解させていただきましたし、あとは少人数での行動となる手前、どうしても必要だったのですわ。金銭的な雇用関係以上の裏切られる心配のない護衛がね。もう物分かりが悪いですわね。つまりそのくらいはあなたを信頼することにしたという次第です。皆まで言わせないでくださるかしら。とにかく目的は果たしたことですし、今夜はこれでお開きとしましょうか。報酬は後日きちんとお支払いしますから。は？どういう意味ですの？それを言われると、私も私のためだけでしたら他にもやりようはあったわけですから。はい、それじゃあまた。ってちょっとちょっと、お待ち遊ばせ。あなた、やはり無償など気が済みません。私根っからの商人ですから。して、そうですわね。ならそこらの酒場で一杯おごるって、未成年でしたかしらあなた。ならそこらの屋台でラーメンの一杯でもおごらせなさいな。それくらいは構わないでしょ。ええ、よろしい。あのクソ貴族どもと飲んだ後なのに、ラーメン屋の親父が勧めるものだから。バランスが。あなたちょっと肩貸しなさいな。まったく、あれながら情けないですわね。けれど私これでも一生懸命やっておりますのよ。特に最近は陛下のため、ひいてはこの国の人々のため、安月給で朝から晩まで身を粉にして働いて、帳簿を改ざんしたい誘惑にも必死に抗って、でもでも文官たちはポットでの私の言うことをなかなか聞いてくれませんし、
おまけにコッコは火の車で、税収もなかなか回復しませんし。ちょっと、あなた聞いてますの？光？ああ、もう朝ですの？それなら仕事を始めませんと。今日もバリバリ。先ほども言いましたけれど、私投資家を生業にしておりますの。今のご時世は便利ですわね。先を読む目、そして一握りの幸運さえあれば、部屋から一歩も出ることなく巨万の富を築くことが可能なのですから。ええ、そうです。私投資によってほぼ一文なしから億万長者まで成り上がりましたのよ。ですけど、きっと調子に乗りすぎたのでしょうね。顔も見たこともないネット上のつながりだけの相手をつい信用してしまって、稼ぎの大半を奪い去られてしまいましたわ。おかげで私それ以来完璧に人間不信なのです。現地のガイドを雇うこともせず、自分の目で見てお人よしそうだと判断した少年に道案内させるほどにね。結局その詐欺師の行方は用として知れず、今日会う予定の相手はまた別の哀れな私を回線越しに罵り嘲笑った許しがたい人物なのですわ。さてさて、ようやく到着しましたわね、椿ヶ丘グランドホテル。ここまで来たら一蘭卓章、あなたも一緒に乗り込みますわよ。私が憎いあの女を倒す瞬間を見届けさせて差し上げるわ。奇襲ですって？あなたよくも。話しなさい。それは反則でしょう。少年まで罠にかけるなんて。いや、そんなことって、いや。はい、私の勝利です。どうして勝てませんの？もちろん私の方が上だからです。そしてこれでこれまでの対戦成績が回線速度の問題ではないことが証明されましたね。そもそもこんなレトロな対戦格闘ゲームで遅延を言い訳に負けを認めない方がありえないんです。今西暦何年だと思ってるんですか？そちらの地元はダイヤルアップしかない未開の地とかだったんですか？もう、ボイチャでも対面でも変わりませんわね、あなたの煽り口は。はじめまして。挨拶が遅れて申し訳ありません。私はクレアさんのゲーム仲間とでも言いますか。仲間などではありませんわ。恩敵ですわよ、恩敵。はいはい、その恩敵のいる国にまでわざわざやってきてオフ会をしようと言ったのはクレアさんですけどね。まさか地元の男子学生を引っ掛けてくるとは、さすがに予想外でしたが。第三者の公平な審判役が必要だと思いましたのよ。審判役も普通に参戦してましたけどね。しかもあわよくば挟み撃ちを狙っていたようですし。なんですの、人様を卑怯者みたいに言って。他人数戦の乱闘ゲームなのですから当然の戦略ですわ。コンティニューしますわよ。私一度や二度の敗北では引き下がって差し上げませんからね。いいでしょう。そちらお得意の体力勝負になる前に心をへし折って差し上げます。ん？何ですの少年、そんなにじっとこちらを見て。はあ？
あなたの目は節穴でいらっしゃって、それともおたふく豆でも詰まってらっしゃるのかしら。どうです、面白い人でしょう。ちょっとちょっと、何をこそこそ話しておりますの。審判役と慣れ合わないでくださいましね、いちごさん。おっと、隙ありです。はぁ、アイテム連続からの即死ハメは卑怯にも程がありますわよ、あなた。鼻で笑いましたわね、今私のこと鼻で笑いましたわね。もう怒りましたわ、堪忍袋の尾がぶっちぎれですわ。耳を起動なさい、あなたたち。次はレジェンド・オブ・アストルムで決着をつけますわよ。ところで、あなたがプレゼントしてくれたこのシャツ、なんて書いてありますの。私漢字は苦手なのですけれど。ああ、それ、わざわざ赤道を越えて来日したクレアさんにぴったりのフレーズですよ。おや、お目覚めですか、クレジッタ様。もう朝ですの。で、私どうして王宮に。昨夜ヘベレケになっていたクレジッタ様を、あの少年が運んできてくれたそうですよ。後でお礼の一つでもした方が良いでしょう。そうでしたか。そうですわね。にしても何かおかしな夢を見ていたような。クレジッタ様、そろそろ修行の時間ですが。秘書1号、現在の優先業務は。課題はもろもろありますが、差し当たっては当面の国費の捻出ですね。メルクリウス財団に頭を下げて交際でも買ってもらえますか。それはいずれは必要になるでしょうけれど、まず先にちょっと付き合いなさいな、秘書1号。構いませんが、どちらへ。リッチモンド商工会です。ご覧あそばせ、秘書1号。我がリッチモンド商工会の宝物庫を。しばらく留守にしていたせいで、もう埃が。ああ、掃除したい。輝ける金銀財宝、最高級の芸術品の数々。ここにこうしていると心が満たされていくようですわ。豪信議長に使い込まれる前に反乱が失敗して幸いでしたね。おかげでこの宝物庫の資産は私たちが公務員になる前のままです。私も無事リッチモンド商工会のギルドマスターに再任させていただいて、おかげでこの宝物庫を取り返せました。さすが陛下、アマチョ寛大なお方ですこと。ですが、隆盛を誇ったリッチモンド商工会も以前のようなギルド活動は私の体が分裂しない限りできませんわね。まあ、これまでクレジット様の手足となっていた人材は残っていますから、今でも政府の下請け組織として大いに役立っていますが。あの排泄物議長がいなくなって、やろうと思えば前よりも利益の誘導や帳簿の改ざんはしやすくなりましたわ。ですけれど、秘書1号、今朝の仕事はこの宝物庫の清算ですわよ。これらすべて国庫へと還元いたします。かしこまりました。ですが、よろしいのですか、クレジッタタワーは。よろしくはありません、よろしくはありませんけれど、でも金銀財宝をよりどころにしなくても、自らの成功の証を形にしなくても、今の私はきっと
やっていけますわ。だって私には陛下やあなたがいて、あの少年も力になってくれますもの。それに考えてもみれば、今や私陛下より国庫の管理を任されている身ですからして、これらを国庫に還元したとしても私の管理下であることには変わりありませんでしたよ。いえ、この国の資産すべてが私のものと言っても過言では。なるほど、そうですか。メモメモ。ちょっと陛下へのチクリメモを書くんじゃありません。今のは冗談に決まってます。